はい、さーい。はい、さーい。今日は何？今回、はい、お二人に来ていただいたのは、緊急事態があった場合、どういった対応をすればいいのかという。緊急事態というか、応急救護とかってことですか？地震とかね。はいはいはい。あんな多いからね。はい、台風とか、はい、大きな多いじゃん、うん、はい。地震はあんまりないんだけど。危険災害と。そう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 。はい、そういう時の対策として、はい、避難した時にどういった生活ができるのかっていうのをやってほしくて、はい、用意しました。防災バッグですね。あ、もしかしてこれあれですか、銀天街のやつですか。はいはい、そう、銀天街の事務所にあっても1年、はい、2年とか使い道ないんで、はい、そうだな、使って新しく買おうかなみたいな。私教えることできるしね。そうそうそう。あ、でじゃんけんして。最初はでじゃんけんポン。うん、そのままでいいですが、ね、どういうこと、どういうこと、どういうこと。こっちが、うん、3000円ぐらい安っ。こっちが2万円ぐらい。2万、ここ2万7個分、うん、高くね。やば、めっちゃ高いやん。じゃあめっちゃ重いよ。で、今日1日24時間、めっちゃこれで生活してもらいます。はい、おお、3000円バット。レース勝負ってことですか。勝負ではないんだけど、うん、どっちが使い勝手そうだそうだ、みたいな感じ。どれぐらいの差があるか、うん、はいはいはい。2万円ってやばいな。早速中ちょっと見てみましょうか。あ、ここで開けちゃっていい。いいですよ。じゃあまず、うん、俺のやつですね。これ、はい、どうも。あ、これお風呂とか耳かきセットとかだ。アルミブランケットとかって書いてある。とかミニカッターとか。これはもうあれですね、お風呂とか生活系だね。筆記用具セットとか。ボールペンも入ってる、まあ、こんな感じ。これは、うん、これ水とか入れるやつですね。こんな感じで水筒か。あ、水筒、給水バッグで、5リッターまで入るらしいです。こんなコンパクトなのに。これアルミホイル。これラップかな。ラップだ。で、これライト。自分で電池は買わないといけないらしいっす、ほら。マジで？で、これだね。寝袋かな。アルミシート。下に引くやつ。アルミホイルで。ラストだね。これ、体育館とかに避難することになると思うんですよ。で、その時に使うやつだね。こう並べてみると、30個ぐらい入ってる。うん、細かいのも合わせたら。3000円でこれだけ入ってたら、まあそうだな、まあ不便はしないなって感じ。ただご飯がないから、あ、知るなって感じ。景色、後でいいものを支給してあげます。ありがとうございます。持ち比べてみ、あれの重さびっくりするよ。ビビるよ。持ってこい。そう、ありえん。めっちゃ重いよ。俺これで逃げたくない。倍、多分倍以上入ってる。俺こっちとこっちあったら俺普通にこれ取る。もし今じゃんけん負けてこれ選んだかもしれないけど、確かにこの重さはさすがに俺も持ちたくない。緊急事態にはちょっと、緊急事態でこれは嫌。じゃあもう一回じゃんけんして。あ、いい。全然これがいい。じゃあ早速、じゃあこちら開けますか。紹介してみて。はい、まあ、ご飯あるわ。太ってください。あ、ケーキみたいなやつか。そうそうそう、オレンジ味だね。もうたくさん太ってくださいってことで。 まさか。こちらが黒糖味、こちらがプレーン、普通のパンですね。お水、保存性も3本。すごい、水入ってる。もう入ってるんすか。はい、入ってます。汲みに行かなくていいってことですか。そう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 、非常用飲料水って。ファーストエイドキット、あ、救急箱みたいな感じ。救急箱ですね。水のいらないシャンプー。やばいでしょ。モーリアンヒートパック。あ、これなんか温めるやつだ。そう、ソーラー多機能ラジオライト2300、オールラウンドマルチツール。あ、すごい。ビールとか開けたりとか包丁とか。ジットクナイフって言うんだけど。あ、そうそう、ジットクナイフみたいな。重ないやつだこれ。軍手です。はい、滑り止め付き。食べ物と水があるのがでかい。食べ物も水も入ってないでしょ。これが一番でかくない？やばいでしょ。パンパンに入ってるさ。四角。これ多分とりあえず、この防災バッグで、うん、今日一日、はい、明日まで、はい、生活してもらいますので。俺は全然生活できるね、マジで。俺多分思ったことがあるっすよ、うん、これ多分長期の避難用なんですよ、うん、俺のこれ多分一時的なしのごうぜみたいなのだと思う。あの避難場所に行くまでみたいな。そうそうそう。一時的なってどれぐらい？これだったら長期？時間的にはどれぐらい？これ本当に2日ぐらいしか行けれないと思う、うん、これは？これは頑張れば1週間。頑張れば1週間。公民館とかが飲み物とか弁当配る用のあれしか入ってない。あ、公民館とかに。そうそうそう、もう配られる程度で泊まりセットぐらいな感じ。そうそうそう。公民館もない今じゃ。ない、ない。死亡でしょ。ひねくれていいっすか。で、そんなバンバンにプレゼントがあるってば。なんすか。お、あ、いいじゃん。うわ、ありがとうございます。ここって、うん、
数ある漁港の中で釣れないって有名な漁港じゃない失礼だ失礼すぎだろ、さっきいたリスナーさん普通に釣ってったわはい、じゃあとりあえず、はい、じゃあバンバン君は魚釣って、はい、安倍さんはなんか拠点とか作ってみます？あ、それでも全然いいね思ったんすよ、うん、これだけじゃお魚釣れないんで、うんうん、なんで？はい、なんで？餌がないんすよ。で、こっち歩いて落ちてるもん、石か砂なんて葉っぱ木のも無機物しかない壁にひっついてるの見たら、うん、全然手が届くところじゃない、うん、ああ、届かんね、手が届かないんすよ。なので、安倍さんに、うん、後でマッサージするんで、マッサージするんで、でも甘えてきたな。パンください。パン、ああ、缶詰のやつ、はい、あれ、これを餌にして釣った魚、じゃあ、あげます。あ、じゃあ、パンあげるから、二人で食べよう。釣れたのに。じゃあ、バンバンの仕掛けができたみたいです。もう早いな。仕掛けは何ですか？仕掛けは、本当に釣れない時によく使う胴突きです、はい、うん、最終手段。最終手段のやつ。最初から最終手段。最初から最終手段で、これで今からとりあえずね、うん、朝食、朝食ってわけじゃないですけど、味どんなもんかい。一口ちょっと食べてみよう。みんな一口食べてみますか、うん、あ、待って、うまい。マキエさんで良さそう。あ、じゃあ純粋にうまい。普通にうまい。純粋にうまい。なんか甘いぞ、ほんのり。おいしいやし、うん、なんか餌にするのもったいないぐらいうまいんだけど。もう遅いっすよ。普通にパン屋さんで食べるパンだよね。え、ギュッてやられたから大丈夫よ。大丈夫か。はい、うん、なくなるって言うか、釣れたら笑うよ。はい、これがバンバンの防災アルミシート、うん、かなり厚みがあるんですよ。あ、ちょうどいい。すげえすげえ。こっちにね、打ち込めば。あ、そうだね、まあ、これはちょっと温存しておきます、今回は。これとこれでこと足りそうなので、で、とりあえず避難してきたと仮定した寝床の完成。あ、全然いい。そうですね。大きいんじゃないですか。今回大きいんじゃないですか。あ、2匹かかってる。2匹いる、2匹いる。2匹ついてる。お、すごいすごいすごい。上の A が食えるサイズじゃないですか。うん、上のやつは食えるね。下のやつはリリース。下のやつはちょっとリリース。てか、なんでこんな英語らしかいないの。はい、あれから何も釣れず、あたりはあっという間に暗くなり。あっという間に青くなり、あ、暗くなり。でまだ。海は山になり。ならんだろ。ちょっと探検行きますか。あ、行きたい。行きたい。オランダバカなんですよ。はいはいはい。あ、行ったことない俺。行ってみますか。うん、行ってみよう、行ってみよう。ライト使おう。こっちら辺全然風なくて、あれしのげそうだね。こっちら辺で寝るのもありかな。こっちがなんか展望所みたいな感じだね。じゃあ釣りするためというよりはここは景色を楽しむ。そうだね。釣り自体はあっちかな。オランダバカって結局何なのかな。見てみようか。なんかめっちゃでかっすよ。めっちゃでかくない？入れてほしい。あ、これ読んでみるか。ちょっと読んでみて。うん。オランダバカには1846年に亡くなった2人のフランス人が葬られています、はい、オランダバカという墓名は当時の沖縄の人が西洋人のことをウランダーと呼んでいたことに由来します。結果どういう感じ。これは2人のお墓ですね。これ行きますか。はい、じゃあ戻りますか。ちょっと今日は夜行、ナイトモードで、はい、そうだね、撮影しようと思います。はい、僕らの夕飯は、夕飯、まあ、先ほどからみんな気になってたパンのオレンジ味と、じゃあ黒糖味どうする。あの、明日の朝食用で一缶どっちか残すか、今2つ食べるか。はい、2つ迷え、少しおかしいだろ一番先に食料なくなって死ぬタイプだろ。まはい、じゃあこっちがオレンジ。先に香りしていいですか。うん、おうおうって何。説明しで説明しでなんかおうおばあのおうちにあるカップケーキみたいな匂いがする。うん、あ、絶対うまい。美味しそう。たぶんこれ一番うまい気がする。クワガタのゼリーの匂い。なんじゃろガチです。いただきますよ。はい、どうぞ。なんていうのかな、香りは強いけどめっちゃ、うん、ほんのり濃くと。ちょっと食べていいですか。うん、食べてみて。これすごいな。普通、うん、マジでパンって喉乾くんすけど、うん、喉を乾かさないような作りになってる。多分なるほど、ね、節約しないといけない状況じゃないですか。だからなんかあまり唾液も出さないような作りになってると思う。すごっ。確かに今食べた後に口乾いてない。うん、オレンジのパンって食べたことないな俺。うん、俺もあんまりないな。わ、レーズン系だ。
レーズン系の味する。あ、ちっちゃい あれが入ってる。お酒みたいな匂い、果実みたいなのがいっぱい入ってる。このオレンジのやつ、そうそうそう、これちゃんと入ってる。ほら、ここにも、うん、この3つ食べた中で俺一番美味しかったプレーンかもしれない。俺もプレーン好きだな。これ黒糖かな。まあプレーンももちろん美味しかったけど、人それぞれあるんですけど、俺プレーンがなんか美味しかった気する。黒糖かプレーン、うん、どっちか。なんか野生の、野生の何か、顔は見えないんだけど野生の何かがいる。ズボンが浮いてますね。これまさか、この漁港に出るって噂の野生のモリモリさんじゃないですか。野生のモリモリさん、ぼやけてる。あんたたち何してるの。怖い怖い怖い。この雰囲気でバカもやめましょう。マジで怖いから。そうそう、匂いからいく。ヨッシーと同じスタイル。ちょ、匂い大事だからね、多分。結構パンきついっすよ、うん、普通にパン。うまいっすよね、しっとりしてて。しかも5年持つらしいっす。おいしい。おいしいっすよね。普通においしい。普通にうまいっすよね。普通においしい。というわけで、じゃあまた明日、はい、朝、おやすみなさい。はいはい、早速ね、朝なんで、朝シャン。そうですね、風呂も入りたいし。そう、水のいらないシャンプー、資生堂。水滴状になってるんだ。ミストだね。あ、めっちゃいい匂いする。これもやっていいですか。うん、気持ちいい。なんかちょっと多めにやった方がいいかも。俺より髪長いから。すごいなんか目の覚める爽やかな匂いがする。うん、しっとりしてる。そうそうそう、さらさらさらなってる。うん、あ、すごい、すごいな。はいはい、おはようございます。はい、まずはね、はい、英語をさばきます。ちゃんと切れるんだ、すごいな。おお、溢れてきた。まあ、綿さえ取ったら一気に匂いはなくなる。 OK、 はい、はい、はい、ではいよいよこのモーリアンヒートパック加熱袋という。じゃあまず使い方としては、手を入れて広げてください。袋が立つようになるみたいな。このパックの中に発熱剤というものが入ってるんですよね。これを必ず袋の底の部分、よし、で調理したいものの発熱剤の上に入れます。ここの空袋の水量ラインっていう面があるんで、この分まで水を入れます。うん、 OK、 こんなもんで。これで本当にブクブクしてる。え、あ、ジュージューいってる。やばいやばい。面白いっすね。うん、これ面白いな。一瞬だな、マジで。あ、なんか収まってんね。はい、おーい、うん、すごい。あ、通ってますわ、これ。あ、これ通ってるね。ほら、これは回すなしですね。回すなしですね。回すなしに。あ、本当にバッチリ火通ってますわ。あ、柔らか、柔らか、ホクホク。普通に火通ってるぜ。マジっすか。いただきます。普通に通ってるよな。うん、すごいなこれ。やわらか、やわらかいよな。ちゃんとヒートってるの、すごい、マジすごい。これモーリアンヒートパック、これかなり俺の中で評価高いんだけど。今回のサバイバルの中で、お、俺一番いい、そう、あの一番感動してる俺はこれ。あ、これ缶詰もあっためれるんか。じゃあ、そう、ごちそうさまです。ごちそうさまでした。これで、はい、一通り何か緊急事態が起きても、そうだね、あらかじめ使い方を知れたのがいいね。そうですね、で大体どんなものが入ってるか、そうそう、おおよその目安にはなったんじゃないかな。クオリティとかも知れたから、かなりバンバンの場合だったら食料とかは事前にこうしておかないといけないとか、非常事態が起こる前に備えておくことが大事っていうことがよく分かりました。かなり、はい、じゃあ今回は非常事態に備えての防災バッグを使って生活してみようっていうコーナーでしょ、はい、体験会みたいな体験。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。